1曲目にお送りしましたのはクリティカルマスです。ソリストは、僕と、ピアノホルデ吉田優馬と、最後に吉田優馬とみたいな感じになってます。はい、じゃあ、はい、転換をお願いします。喋ることがないんですが、米軍の、信頼ジャズ圏の米軍のビッグバンドになりまして、まあ、こんな感じで、こんな感じでゆるくやってます。ゆるくないと、やってます。はい、大丈夫ですか？次。じゃあ、次の曲、聴かせていただいてよろしいでしょうか。はい、では、2曲目、チーズケーキです。ちょっと待ちます。はい。今日の、服なんですけど、あの、ガラシャツで行こうっていう話になりまして、ガラシャツで揃えてますけど、別にそんな面白くない。すいません。はい、まあ、こんな感じで、なんか年に1回か2回コスプレしたりするんですけど、本当はやりたくないんですけど、まあ、みんなやってるのでって感じですね。大丈夫ですか？はい、じゃあ2曲目チーズケーキです。Thank you.
1曲目お送りしましたのはチーズケーキでした、ソリストを紹介します。オンテナサックス田淵正弘、オントロンボーン阿部瑞穂、オンピアノホルテ吉田優真。はい、じゃあ皆さん転換してください。さっきの続きなんですけど、我々アップスイングジャズオーケストラはですね、デイグンバンドとして活動しておりまして、でデイグンっていうのは、まあ、セイグンとデイグンがあって、セイグンは、いわゆる楽版、うちで言うたら、神戸マソックジャズオーケストラさん、まあ、看板バンドっていうやつですね、の、まあ、下っ端のバンドでございます。でそうですね、主に2回生が、主体でやってまして、まあ、2回生の中に足りない、まあ、パートは、まあ、3回の方に持っていただいておるという状況でございまして、はい、またライブ宣伝を後々させていただきますので、お願いします。まだ大丈夫じゃないですか、もう喋らせないでください。そうですね、動画でやるバンドはすごく楽しいですね、はい、楽しいですよ、あの同年代ばっかなんで、みんなわきあいあいとやってます。はい、もういいですか、もうちょいいい加減してください。はい、はい、じゃあ次いきます。次は多分聞いたことある人もいるんじゃないかなとは思うんですけど、アリアンザという曲です。はい、じゃあお願いします。Thank you.
アリアンザです。お送りしました。じゃあ、結果のフォローお願いします。あ、ごめんなさい。ソリスト紹介忘れてました。ソリストはオントランペット、イケメン脇坂壮介君です。はい、じゃあ理解してください。ちょっとあの譜面を見るのに精一杯で前あんま見てなかったんですけど、お客さんたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。今日とかちょっと暑いので、熱中症だけはお気をつけて、お願いします。はい、じゃあちょっと我々のバンドのライブ宣伝をちょっとここらでさせていただきたいなと思います。はい、ですね、まず、6月30日ですね、京阪神対バン、京都大学さんと、大阪大学さんと、うちの新大で、対バンします。場所は池田市立呉羽音楽堂、大阪にある、箱ですね。12時オープン、12時半スタートでノーチャージです。これは多分ビッグバンドだけじゃなくてコンボとかもやるので、興味ある方はぜひ、はい、うちのアップの中からもコンボのバンドがフュージョンにあるので、ぜひ興味ある方は来ていただけたらなと思います。で、7月12日が、うちの、アップスイングジャズオーケストラは前期と後期で分かれてまして、で7月12日が、僕らの前期、アップスイングジャズオーケストラ2019のラストライブとなっています。場所は神戸オールウェイズ、阪急六甲の、すぐ近くですね。で、やります。7月12日です。6時半オープン、7時スタート、ワンドリンクだけ頼んでいただくって形になるんですけど、チャージなくてチップ制になります。前期でやった曲全曲やるので、ぜひよかったら来てください。はい、じゃあよろしいですか。次何でしたっけ。はい、次の曲はヘイバーナーという曲です。聴いてください。お願いします。
がとうございます。ヘイバーナーお送りしました。はい、ソリストはソリストというか、まあ一応、ソリでやらせていただきました。サックスパートになります。以上。あ、オンピアノホルテ吉田優馬。はい、じゃあ転換ですね。まあ昨日今日と2日間、ここでやらせていただいた水無月ストリートですが、僕たち、アップスイングジャズオーケストラで、トリとなっておりまして、で次の曲が最後になってしまいます。お暑い中足を運んでいただき本当にありがとうございました。次最後なので最後まで聞いていただけるとありがたいです。じゃあ最後の曲なので先に、ソリストの方を紹介していきたいと思います。オン、トランペット、玉田七尾。オン、トロンボーン、中森大地。どっち吹きますか今日は。あ、はい、いつもは今日勝手に両方吹くらしいですけど、我らが戸地谷雄大です。はい、では最後の曲となります。グッドニュースです。
ずなんか打ち合わせしてなかったですけど。どうしよう、ちょっと用意してないですね。あー、ちょっと困るな。どうしような。そうですね、出せない曲いっぱいあるのでね、人前に出せんくらい曲がまだいっぱいあるんで。ちょっと、どうですか、ちょっと無理がありますね、この設定は。もう一回グッドニュースしましょうか。そうですね。ああ、そういう感じですか。ああ、そういう感じですか。じゃあやっちゃいますか、もう一曲。はい。すいません、今日は暑い中ありがとうございました。最後にもう一曲だけ聴いてください。八幡トライです。